スノーマン向井康二、岩本照、深沢達也、阿部亮平デイキャンプ動画で見えたこの4人ならではの元の姿。5月31日、スノーマン公式 YouTube で、デイキャンプまずはコーヒー編。最高ですな、が公開された。同動画は向井康二プレゼンツの企画。3月29日にアップされた動画にはキャンプグッズの買い出しの様子が映っており、参加メンバーである向井と岩本照は普段からキャンプをしているキャンプ好き。一方の深沢達也と阿部亮平はほぼ初キャンプらしく、初々しい姿を見せていた。そんな4人が動画を通して見せていた素の姿を振り返ってみたい。発起人である向井は、終始テキパキと場を仕切っていく。キャンプ場に到着すると、テントを立てた後にコーヒー、と早速計画を立てる。それぞれがテントを張る際も、自分のテントよりもキャンプ初心者である阿部を気にかけたり、組み立てを手伝ったり、キャンプの先輩、らしい姿を見せていた。さらにお湯を沸かすシーンでは、皮膚希望を持参。薪の紐を解く手つきも慣れた様子で、コーヒーもテキパキと入れていく。